いろんな企業さんのブランディングとかをこう手掛けてきた柏さんですけど、ブランド作りの際にこう大切にしていることとかを教えてもらえればと思うんですが、まずそのブランドの本質をつかんで、それをやっぱコンセプト化して、あとやっぱそれをこうブレずに継続することが最も大事ですね。本質をつかむためにしてることってありますか？クライアントでも産地でも、その対象となるものや人なりからかなり長い時間かけてヒアリングをしてます、僕はその今治タオルのブランド戦略のコンセプトをメイドインジャパンの安心安全高品質っていうのにしたんですね。だけど今治の人たちは毎日タオルを作ってるので、ある意味安心安全高品質なんて当たり前だと思ってて、それがコンセプトになるって思えなかったんですよね。だからその自分たちで当たり前のようにやってることっていうのが、こう外側から見たらすごく重要なことだったりっていうことはあるんですよ。相手側も僕と対話をしていく中で、あ、自分たちの一番いいところってそこだったのかっていうふうに気づいていくというか、そういうことってすごい多いんですよ。だいたい当たり前のようにできていることっていうのはすごい強みなんですよね。その他の人からしたらそれは当たり前にはできないようなことだったりするっていうことが結構あるかなと思いますね。継続っていうキーワードが僕もよくこう話をしたりとか、産地と話をしたりとかするときに必ず出すキーワードが継続っていうものなんですけど、結構地方に行けば行くほど継続をしないパターンが多いなと思ってるんですけど、で僕がよくこう継続っていうのは記念受験というかミラノサローネとか 100% デザインとか1年だけ行って補助金が出なくなりました、じゃあ行きませんみたいな話とか結構多いので、やるんであれば本当3年ぐらいは同じところに出続けるとか、あとその商品も出したものが売れなくなってきたからデザインを全く新しくするっていうことをやっちゃう人とかも結構いるので、なんかそういう継続というかスタンダード化みたいなこうことを結構僕は言うんですけど。そうですね、継続はかなり、重要なファクターであり、また難しいことだと思うんですけど、継続していくために1回ずつのプロジェクトでこう何か結果を出していかないと次やろうっていうふうにならないじゃないですか、例えば1年目に何かをやって突然ブランドってそんなできないので、1年目としてはここまでで十分だよね、ある意味やったことだけでも十分なのかもしれない、で2年目にはこう3年目にはこうっていう、そういう少しこう無理のない目標設定をして、みんなで少しずつでもこう成果が出てるよねっていうようなことを共有していくとか、やっぱり企業のブランディングでも、大体僕はこう仕事をするときに、大体ブランド作りってその1年目で計画をして、2年目に発表をし、3年目でようやくそれが定着するというような感じなので、最低でも3年ぐらいのスパンでは見てくださいっていう話をしていて、ターゲットとブランドを作る上でどっちを考えるんですか？こう、クライアントとか産地とか側に立つのか、それを使う人側から立って魅力的に見えるようなことを考えるのかっていう、まさに僕は本当にその本当の間に立っていて、半分そのクライアント側、半分そのコンシューマーというか、社会から見たっていうのを本当に、その両面で見てるって言いますか、っていうかそこのニーズが重なったところが価値なんですよ、そこを発見していくことでそれがコンセプトになっていったりするということだと思うんですよね。
伝統工芸とかだとすごい長い間やってると思うんですけど、うん、時代はどんどん変わっていってるので、うん、その同じものを作っていってもそのいいと思われるところが時代の状況によって変わっていったりすると思うんですよ。だからそこが、その時代の状況というか社会の状況を鑑みないとずっと自分たちでいいと思ってたところがその重ならなくなってきちゃって売れなくなったり、うんまあ、必要とされなくなってしまったりっていうことだと思うんですよね。うんうん、当然自分たちの作りたいものだけ作っていてもそれは売れないと言いますか、うんうん、確かに伝統工芸だと逆の人結構多いですもんね。そうですね、多分一番最初は何か必要とされたから始まってるはずなんですよ、うんうん、もう伝統工芸だろうが会社でも全部同じなんですけど、うん、何か課題があったり必要とされてたから始めて、うん、それに対するソリューションとしていいと思われて売れたりしてたんだと思うんですよ、うんうんうん、だけど作り手都合とか、うん、その発信側だけのロジックでやってるとダメになっちゃうんですよ、うん、やっぱり基本は消費者目線というか、うん、そもそも何だったんだっていうことをやっぱり常にこう振り返って考えていかないと、うんうん、社会や時代は本当どん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 前に進んじゃうので、うん、社会から何が求められてるんだろうっていう視点がそれがやっぱベースにあるってことが本当は大前提だと思うんですよ、うんうん、誰のために何を作ってるのかというか、うんうん、こう自分の技を磨くためにやってるっていう風になってしまうと、うんそれを技を磨いても気づいたら欲しい人はいないとか、うん、っていうことになるのかなと思うんですね、うんうん